はい、メダ家族ド S、 いつもご視聴誠にありがとうございます。発泡スチロールの容器、こんな風に劣化しちゃうんですよね。だから今はもうここ以外に使ってません。発泡のいいところもあるんですけど、結構危険な場合があって、ある日突然、まあこれは野外で結構自然に近い状態で飼育した場合なんですけど、そこに何も敷いていないと突然一晩で水が全部抜けていると、そういう時があります。そういうことが起こらないように、発泡を使っての野外飼育の場合は、発泡の下を、底の方を何か硬いものを敷いておく。そうしないと、ある日突然そこから植物が、雑草が突き抜けて穴を開けてます。そんなことが 2,3 回ありました。鳥がサギだと思うんですけど、上からつっついてそのまま底が抜けたという、そういうこともありました。で、今回は完全に割れちゃった。割れてもう水が半分以上なくなって、もうここも救出しようかなと思っています。昨日気づいて夕方早くしないといけなかったんですけど、なんとか今日できそうなので、ここのメダカを救出したいと思います。まあこんなメダカは、こんななんか3色を作りたくて、透明輪の3色狙っていろいろやってるんですけど、まあほとんど光体系ですね。放置していたんですよ。そしたら藻が水面の近くまで覆ってきたので、ここのメダカも救出で、どんなメダカなのか一応見てみたいと思います。では救出します。出てこないわ。もうちょっとしてから、しばらくしてから出したいかな。では破損したところ、発泡の破損したところのメダカ救出です。うわー、もう3センチもないですね。水深が3センチもないので、下の沈殿しているゴミが舞い上がらないように慎重に、入ってきた、こういう感じです。一応横から見てみましょうか。全部今日は回収して、それで掃除ですね。渋いやつ好きなんですよ。こんな、飛んでるな。これね、渋いわ。まあ、曲がってると思うけど、だいたい曲がってるんですよ。強いですよ、こっちは。冬の間も野外で過ごしてるんで。カラスがなんか騒いでますね。
撮れないな。カメラ持ちながらなかなか難しい。透明輪が好きで結構やりましたね。透明輪で、あとここのね、なんか三色崩れみたいな、なんか使えそうな、いそうなんだけど、どうでしょう。私は黒い網は使わないですね。黒い網は、まあ、個人的には使わない。なぜか逃げるような気がする。すごい警戒して逃げるような気がする。まあ、皆さんどうか知らないですけど、私は白が好きですね。怯えるんで、ものすごい黒を。もしかするとカラスとかの影響なのかもしれない。なるべく白っぽい網を使ってます。はい、全部すくってみたんですけど、まあ曲がってるんだろうなとは思います。横からも見てみようかな。どうでしょうね。ちょっとすごい状況ですね。カメラ越しに見てもあんまりわかんない。いやいやいや、いないね。なんか、侍のメスが産卵してるな。いないですね。これ残すってなかなか、そうだな、厳しいですね。これはね、スピキアのメスは使えないこともないけど、侍増やそうとも思わないんで今。そうですね、どうなんだろう、これ厳しいかな。これなんだけどよろしくないんですけど、これとかは使えなくもない。オスとしてはこれね、こいつ、これはまあまあ、でも特別いいわけでもないですけど、はい、できました。ちょっと全部入れてみましょうか。とりあえず1匹メスは